久保さん、送っときます。特別に。ね、紹介する商品の中身もわかんないとね、あれなんで、送っときますよ。久保さんは特別に、ただで送ってみますよ。R のプログラムをね。<laughs> ま、そこの、えっと、えー、特にそのアフリエイトのと、特典アフリエイトみたいなページがあります、えー。右、サイドバーの右の一番下に。で、そこに、 アフリエイトの仕方が書いてあるので、そこでまずアフリエイト登録をお願いします。はい。で、アフリエイト登録してくれたら、あの、個別にあのは、あの、紹介コードとかも発行しますんで、お願いします。で、今回、アウトブットのトラですね。まあ、多分ね、久保さんもちょっとビビると思うんですけど、 あの僕ね18年いろいろお客さんのやってきて結局何が足りないのかっていうと学んだあとアウトプットしてないんですよねでそのアウトプットの練習の場所っていうところでアウトプットのトラっていうのを場所を作ったんですよでもう3000件超えましたからそこのコメント欄がで毎日あの投稿があります毎日ですこれはね結構他の多分教材とかでは なかなかないと思いますよ。なかなかない <laughs>。ここまでのコメント数、なかなかないと思います。今、3378件ですね。毎日アウトプットのトラでね、アウトプットし誰かがしてくれてます。トレーニングで。だから、要はあの、僕とか久保さんの場合っていうのは、一人でできるじゃないですか。てか、一人でやっていかないといけないんですけど、やっぱみんな一人でできないんですよね。であるならば、 あの仲間の存在を感じる要は教材とか塾入ってもやっぱ孤独だったりするわけじゃないですかだけど同じプログラムを実践してる人が同じ学びをしてどういう風なアウトプットをしているのかっていうのを見ることによっていい刺激になるっていうだこれはね僕はあのこれを作れたのは本当に良かったなと思います教材はねぶっちゃけ誰でも作ろうと思えば作れないことはないんですよ教材はね 勉強してて商品を作るっていうのはただこの環境を作るっていうのはかなり高度かなっていう実際参加者がいないとここあの廃墟になりますからね <laughs> 作ることはできるけどそこで動かしていくっていうのが大変なんででその動くためのなんだあのまあ課題みたいなのもあってまあここのアウトプットのトラでトレーニングすればそのシークレットプログラム無料で見れますよみたいなのもしてるんですけど うん、学んでアウトプット学んでアウトプット学んでアウトプットしてもうアウトプットが勉強ですかトータルで自分で勉強したことをこう自分の言語化してこうやっていくっていうのが大事なんで、うん、まあだからほとんどの人がね久保さんもただ勉強してアウトプットしただけですからね、うん、ネットビジネスのやり方学んでアウトプットしたやった実践したただそれだけなんですよ 稼げない人って勉強したこと実アウトプットしないですよねだけどそのアウトプットする時にあのこれでいいのかなとかあれでいいのかなとかあの不安があったりするわけですよだけどこのア,アウトプットのトラに関してはそのもう一般公開されないのでそのこのメンバーだけしか見れないのでうんだから非常にやりやすいと思いますね うん。そう。だからまあ日々動いてる商品というかね、生きている商品ですね。うん。毎,毎日毎日、仲間の、うん、なんだ、それが覗けけますんで。うん。まあ本当はね、だから最終的には一人でこうできるようにならないといけないんですけど、なかなかできないので。 うん、でも一人でできなくても仲間がいればでき,るできたりするわけじゃないですか会社もそうですよね会社も多分上司とかあの周りがいるから嫌な仕事もするわけじゃないですかでも誰も監視していない誰も見ていないっていう状況だったら多分サボると思うんですよね普通に、うん、だそれはね、あのー、非常にこれはいいんじゃないかなと思いますねまあ実際見ていただいてであとは基本的にその メインのコンテンツに関しては音声コンテンツですね。僕はあのいろいろ勉強してきたんですけど、音声コンテンツが一番良かったんで、音声でその通勤時間とかずっと聞けるように、だあとはあのレスポンシブ対応してますので、ま、スマホで通勤時間中に、ま、音声もダウンロードできるようにしてますし、あとは、ま、テキストも、ま、スマホで見やすいようには加工してますんで、うん。 スマホでアクセスすると、まあ、非常に見やすいんじゃないかなとは思いますけどね見やすくしてますんで、うん、まあ久保さんがねもうアフリエーターアフリエーターを引退してからもう何年経つんだっていう話で <laughs> まあでもまあ経験者ですからねこれをどう久保哲郎は売っていくのかっていうねそう <laughs> 今ののパワーはどれぐらいいあるのかっていうね僕もね毎回その熟成さんの商品売るときね緊張するんですよねやっぱ売れなかったら塾長のメンツが立たなかったりするじゃないですかだからぶっちゃけあんまり嫌な,なんですよねその結果がもう貫通して見えるんで <laughs> だから頑張って毎回売るんですけどうんそうだから今まで坊主はないかな 坊主はないですね。必ず売ってますね。で、まあ、あの思うように売れないときもあるんですよ。坊主はないけども。まあ、そういう場合は、またなんか、あの、おまたお、ね、あの売りますっつってね。また売,売ったりとかしますけど、うん。まあ、あの、自由にやってください。<laughs> そう。ただ、お金はまあまあいいと思うんで、80%ですからね。 8万ですから久保さん <laughs> まあまあ大きいっすよね。3本でも売れば24万か。まあまあ、あの、大和くんにいろいろ買えると思いますよ。3本売るだけで。20万あったらね。まあまあいろいろ買えるんじゃないですか。大和くんのおもちゃとか。ただね、まあ,あの、儲かりますよっていう商品じゃないですから、これは久保哲郎の今までの経験値を、そう、そうスペクタルして。 売っていかないと難しいんじゃないかなと思いますけどそうやるからには売るのか売らないのかっていうね <laughs>、はい、まあお任せします <laughs> でもあのちゃちゃ入れますけどね久保さんね <laughs> あれ久保さんあれ売れてないですねみたいなね <laughs> だから売らなくてもいいんですよお任せします お任せしますいや僕もね結構そのまああのー、思考なんでこれを売るっていうのが売れるかなっていうのは不安がありましたけどまあ10月1日売りましたからね、うん、まあそれはまあ僕のメディアですからね、うん、っていうのもあるんですけど。 まあ、とりあえず、まあ、商品内容を確認していただいて、まあ、どういう感じで提供しているのかっていうのを見ていただければいいんじゃないかなと。まあ、あとは、アフリートする場合はあの、登録してくださいあの。紹介コードを発行しないといけないんであので、手動、手動あの、インフォトップとかインフォカードとかそういう仕組みないので、あの紹介コードを手動で発行して、紹介コードを手動で発行して、で、まあ、そういうふうにあの、なんだ、僕がチェックして、その,その一人一人の紹介コードを発行して、その紹介コードで 入っててきたらそこででで自分でチェックしてやるので、ね、すいませんアナログですそこは <laughs> まあ多分ねそんな売れる人いないと思うんでうんまあそもそもこのアフリエイトできる権利っていうのがまあ久保さんほんと特別なんですけどもあの商品をしょあの買ってくれてる人しか紹介できないんですよ基本的にまあちょっと久保さんとの関係性は異常なので <laughs> 特別にっていう話ですけどね 以上ですからねもう10年ぐらいのお付き合いですしいろいろセミナーとかねあの合宿とかいろいろやってきましたので、はい、一応あの久保さんに還元します <laughs> 80% <laughs> あと商品も無料提供しますのでうんでも中身はね僕は非常にいいと思いますけどね一応 いいろろ考えて作ったんで、うん、まあ久保さんが聞いても学びはないとは思いますけど <laughs>、うん、そう結構作り込みましたね久しぶりに作り込んだ感じがありますね、うんそうまあ、とりあえずトレーニングルームがすごいんで、ま、毎日あの動いてますから毎日です うん、数やばいっすよ、本当に。スクロールしてもしていかないですから。はい、ということで、送っときますあの登録。あの、アフリエイトする場合は、あのすみません、登録の方をお願いします。では。